慶長5年、関ヶ原に東西の大名が集結。天下分け目の決戦は東軍率いる家康の勝利に終わった。その頃九州ではお家再興を目指す大友義宗が各大名が出払っている隙をつき、丘陵である豊後へ侵攻。九州は再び騒乱の渦に巻き込まれようとしていた。それを許せない二人がいた。二人は義宗に包囲されている杵築城へ向かう。天より見守るともに恥じない生き方をするために。中国の将、石垣原の戦い。火種は絶やさねばな。勝ってやるぜ。家康の下で天下は収まろうとしている。乱の火種は早急に消さねばなるまい。九州の平和を守るためやろうぜ、ご隠居。なんとも悠長なことだ。兵まで元就のようにご隠居になってしまっては困る。それもいいかもしれません。この戦が終わったら花をめでつつ書物でも眺め、のんびり暮らしますか。ご隠居か。私が総評した男はもうこの世にはいない。ん？何言ってんだご隠居。戦支度を急げ。私はあの男ほど優しくはない。兵は関ヶ原にいたのではないのか。戦に次ぐ戦、心身が持つのか。うるさい。俺は今立ち止まりたくないんだよ。三成を打ち破った罪悪感からか。甘い思いを抱えたまま勝てる戦ではない。任せて休んでいるがいい。俺は確かに友を討った。だからこそ俺は是が非でも豊臣の家を守り抜かねばならんのだ。家康殿のもとで俺たちの家を存続させるには、家康殿に背く奴らを討たねばならん。それは将来。まあよい。今は協力して大友を倒そう。徳川の作る太平のために。敵は大名、味方は民兵を含め寄せ集めだ。この戦、策をもって迎え撃つのはよかろう。戦を長引かせるな。兵糧を焼き、相手の士気をくじけ。やめろ。せっかく収穫した米が。切な策を使うものだ。急ぎ城を破壊しておけ。
味方本陣は我らに任せられよ。民兵を守ることにもご留意願いたい。豊臣家を守り抜く。我が軍に挑め。さすがご隠居だ。民が苦労して作った米だもんな。火は消えたか。いらぬ手間をかけさせられたものだ。地の利を持って敵を撃つ。合図せよ。お、出番のようだな。官兵がいたぞ。誰か加勢してくれ。じりとかせ。敵の総大将だと。よし、行って仕留めてくれるわ。鮮やかなもんだな、ご隠居。優しくて賢くて民に慕われるのも同意だぜ。
ろ。なんと、ヒオがやられてしまうとは。味方本陣の守りを固めよ。月城の兵を本陣に回すのだ。開門。恐れをなし、本陣守備を優先したか。やってやるぞ。今のうちに木月城を落としてしまえ。開門。ご一家様のため頑張らねえとな。しかし、早く力が出ねえ。民兵が腹を空かせる頃合いか。速やかに兵糧を送り届け。やってやる。開門。
やるんだな。おお、策を立てる手間が省ける。よい、勘違いするなよ。あんたのためでも家康殿のためでもない。先火種とて看過できぬ。戦場に勝負いたせ。この程度で目を止められると思うな。厳しい状況だな。怖い顔して心は優しいんだな。みんなあんたのことが大好きみたいだぜ。やめろ、そんなはずはあるまい。今までもこうして民を助けてきたんだろう。あんたの戦は人を生かす戦だ。勝手なことを。さっさと戦に戻るがよい。人を生かす戦、見事だったな、ご隠居。おかげで俺の目指す道も見えた気がするぜ。思いのほか手間取った。我ながら甘い戦をしたものだ。ご隠居だ、ご隠居、ご隠居。何度も言うが、私にはその呼び名は適していない。ご隠居とは昼寝や読書が好きで、もっと優しいものだ。あ、もしかしてさ、花って開かないって思ってる？勘兵衛殿、花はね、一度散って終わりじゃないんだ。何度でも何度でも花は咲いていく。幹がある限りね。勘兵衛殿。勘兵衛殿。いや、ご隠居。季節外れな花だ。立派な若武者になられましたな。この家康、嬉しく思いますぞ。家康殿、もっと早くこうして話し合いたかった。
清正、我ら同行の将には別席が設けてある。お二人だけの宴、邪魔をするのは失礼であろう。物の二る者、主君のそばに常にいたいと思うのだ。物の府の棟梁たる家康殿はその気持ちがお分かりのはず。貴様高虎、よい。清正、同行を許す。秀頼公に忠を尽くすがいい。ほっ。清正の所業、許してはなりません。あの男、天下の階段の場で抜け抜けと豊臣への忠誠を。三成を討った。あれから10年余り、清正はその思いを抱え生きてきた。防音の信と罵られようと、わしのために尽くしてきた。全ては豊臣を守るためにだ。わしを恐れ、こびへつらう豊臣の求心が多い中、見事な忠節、見事な心映えではないか。家康様、清正はまさに豊臣を守る頑強な壁よ。あの壁がある限り、豊臣には手を出せぬな。